俳優、沢村一樹の次男で、俳優の野村光太が連続ドラマ、転職の魔王様、カンテレ、の第9話にゲスト出演、陽子、石田ゆり子、の恋人、五十嵐の教え子、藤川康介を演じる、転職エージェント、シェパードキャリア、社長の陽子の過去が初めて明かされる。かつて旅行代理店に勤めていた陽子が会社を立ち上げたのは、恋人の五十嵐君を、金子信明、が、ある日突然引きこもりとなったことがきっかけだった。現在、いわゆる、引きこもり状態にある人は推定100万人以上いると言われ、高齢化も進んでいる。一度引きこもってしまうと、本人も家族も社会から孤立してしまうことが多く、2010年以降は、マチ050問題、高齢者の親、と中年の引きこもり、と呼ばれる社会問題が発生。そんなテーマを第9話では真正面から描いている。五十嵐の元教え子である藤川を演じた野村は、台本をいただいて初めて読んだ時、気づいたら泣いてしまっていて、とにかく感動しました。そして、今まで自分がお世話になった方々への感謝の気持ちを大切にしようと、改めて思えるような回だと思いました。とコメント。2022年、読売テレビのドラマ、新、信長後期、クラスメートは戦国武将、で俳優デビューした野村、まだまだ緊張するといい、ながセリフを一人であんなに話すのも初めてでしたし、スタジオ撮影も初めてだったので、不安な気持ちと楽しみな気持ちを、どちらも持ちながら撮影に、挑みました。ぜひ、僕が演じる藤川の長セリフに注目していただけたら嬉しいです。と振り返った。そして、今回、僕はスタジオでの撮影が初めてで、どこにいればいいのかとか戸惑ってた時に、以前、他のドラマで共演した藤原大祐くんが声をかけてくれて、いろいろ案内してくれたり、空き時間にはキャストの方々の輪に入れてくれたり、ものすごく助けてくれました。と、大学生アルバイト、犬飼役の藤原への感謝。